はい、おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。カモンの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を、追求するために発信している番組でございます。はい、はい、ということで、この3人体制で2回目と、2回目、はい、いうことでございます。今日はでもトータルで言うと99回なんです。すごい、99回やで、ね、いや、ありがとうございます。次回が100回なんですけど、はい、はいはい、ということなんですが、今日は、4月の23日、はい、はい、ということで、はい、今日はあゆみの、はい、この日何の日気になる、はい、よろしくお願いします。はい、はいはい、今日はね、世界図書、はい、著作権デーとなっております。著作権で、世界図書と著作権で、はい、ね、感じです。国際デーの一つとなっておりまして、はい、スペインからの、はい、提案に基づき1995年、ユネスコの総会で採択され、翌1996年から実施している世界本の日っていうのが、あるそうです。はいはい、新しいんですね。うん、ね、結構新しいですね。うん、この日はスペインで伝統的に本の日として祝われていまして、ははは、サンジョルディの日でもあり、はいはいはい、また、ドン・キホーテの著者である、うん、スペインのミゼル・セルバンテスやイギリスの劇作家である、はい、シェイクスピアなどの多くの文筆家の誕生日や命日であることで、うん、ああ、そうなんだ、はい、本の日とされているそうです。また、国際デー、この国際デーは、うん、図書出版著作権の保護を推進するための日でもあって、はい、また、書籍とその作者たちの敬意を表す日でもあり、うん、読書の楽しみを特に若い人々に伝えるとともに、うん、人類の文化的社会的進歩に果たした人々のかけがえのない、貢献の敬意を新たにすることを目的としているそうです。うん、まあ、感謝しろって言うよ。簡単にもうお腹いっぱいやな。情報満載やな。満載やなと思って。まあまあ、でも本にまつわる、はい、ね、あの、はい、いろんなことをね、そうですね、この日にいろいろと考えようというか、うん、感謝しつつね、はいはい、それ権利守ったりとかね、はい、やっていきましょうということね。いっぱい読んでほしいですもんね。いや、本当にそうですよ。もう、うん、あの、本読まないやつは死ねって感じ。え、ゆうたかん、ゆうたかん、ゆうたかん、松野さんか。いやいや、でね、今日ね、あの、この後、はい、プレゼン来ていただいてる方がですね、はい、なんとですね、この本の著者でもあるんですよ。お、もう著作者ですよ、はい、もう著述業。言えてねー、はい、もうやってらっしゃるっていう、はいはいはい、すっごい分厚い本ですからね、はい、ありまして、そういう本も出され、まあ、何冊か出されてると思うんですけどね、うん、はい、いう方が来られてます。ちょっとさっき紹介しますね、はい、はいはい、ということで今日はですね、なんとワープロジェクト大使代表の宮本達彦さんです。よろしくお願いします。はい、今日はちょっとあのリモートでね、ビデオで出演ということです、はいはい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、何冊出してはるんですか今。5冊ですね。ほら、5冊ですよ。あの、もう本当ね、あの、愛についてとかね、生きるためのヒントみたいなやつをね、出したあったりもとかもするし、本当に日本のね、大切な元になるような考え方って何から来てるみたいなことをいっぱい書いてあるんですけどね。はい、今日来ていただいたんですが、実はね、4月3日僕も行かせてもらったんですけど、ワープロジェクト大使が毎年やっているというか、まあ、今年で5回目になる 4.3 大使、日本の誇り、和の精神、和の精神を世界へっていう、まあ、あの、奉納記号をやるね、はい、あの、祭事がありまして、はい、で、それがね、今年がどういう位置づけでどういうものだったかで、これからどうするみたいなことをね、うん、ぜひ言ってほしいなと思って、はい、僕が、あの、なんと昨日オファーして快諾いただいたので、はい、ありがとうございます。ということで来ていただいております。はい、はい、なので、今日はですね、あの、宮本さんにたっぷりですね、その辺のお話、はい、ま、あの、今年がどういうことになったのかとかね、お話しいただきたいなと。で、またね、いろんな新しいね、情報もあるんですよね。はい、その辺も含めて、はい、ちょっとお聞きいただければなと思っております。では早速行きましょう、はい、早速行きましょう。それではこのプレゼン、ありかなしか、スタート。ワープロジェクト大使の宮本でございます。
今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。和プロジェクト大使はですね、和っていうのは平和の和、それから和をもって尊しとなすという和の精神、それから日本、和の国日本、そういう意味を含んでます。大使っていうのはあえてローマ字にしてるんですね、うん、3つの大使の意味を含めてます、はい、1つ目聖徳太子の大使、はい、2つ目大きな志の大使、はい、3つ目和と愛をもう世界に発信したいっていうアンバサダーの大使、その3つの意味を込めてローマ字で大使、和プロジェクト大使で、あの私たちの活動は国内外では平和活動で、特に国内においては地域活性化、そういうことで、2014年にまず私一人で立ち上げて、でちょっとしばらくどうやってこの活動を広めていったらいいだろうかな、実はその時に本も一冊出版したんですね、うん、本のタイトルが生まれ変わるための極意っていうタイトルですね、はいはいはい、うん、生まれ変わる、なぜかと言ったら日本はこれまでに何度も生まれ変わってると、すごい国なんだと、不死鳥のようにね、例えば幕末から明治にバッと生まれ変わった、あるいは我々の記憶にはあんまりないんだけど関東大震災っていうのはね、東日本大震災が津波だとしたら関東大震災は首都東京が火の海になったんですね、でもそこから復活した、第二次世界大戦もう日本国中焼け野原になった、でもわずか20年ほどで世界一早い新幹線走らせて、オリンピックやってるし高速道路走らせてるし、こんなことってね、あんな焼け野原からたった20年でありえない、世界の歴史見てもね、もう奇跡の国なんですよね。でその生まれ変わる極意というのは突き詰めれば何なんだと言ってしまうと、日本には昔からみそぎの精神があるんだと、みそぎ、滝に打たれるみそぎ、川でみそぎ、川でする海でするみそぎ、いろんなみそぎがあるんだけども、みそぎって一言でもう結論言ってしまうとね、すべてを水に流して許す、すべてを水に流して許す、これがみそぎの精神だって言ってるんですね、どういうことかって言ったら、僕たちって過去のことをすごく根に持ったり引きずったりっていうことあるじゃないですか、でも過去のことを引きずったりあるいは根に持ってるっていうのは、その人の意識ってその過去にとらわれたまま、もっと言ってしまえば時計の針がそこで止まってるんですね。じゃあ未来に向かって生まれ変わろうと思ったらどうしたらいいかって言ったら、もう全てを水に流して許すってことができた時に初めて過去に対するとらわれがなくなって未来に向かって生まれ変われるんだと。で日本人はそのようにして何度も何度も生まれ変わってるんだと、まあ、そんなテーマの本が生まれ変わるための極意、はい、でまあそれで2017年にね、結局本出しはしたけども、まあ世間的には全く無名の人間なんで大して広がらないんですよね。でその時にある書家との出会いがあって、それで書道家さんがね、人前で大きな紙にわっと書くとこんなことが起こるんだっていう、ものすごい僕はインパクトがあったんですね。でそれを僕だけじゃなくてきっとね、皆さんそうだろうなと。じゃあ書家の方々のお力をお借りして全国で自分のメッセージを発信しようと。でその時に、イギリスの作家でね、リットンっていう人がいるんですね。リットンって作家自体はね、あんまり馴染みがないかもしれないんだけども、その人の言葉はとても有名な言葉でね、ペンは剣に勝る、ペンは剣に勝るっていう有名なことわざがあるんですね。ペンというのは要するに言論のことですね。で剣に勝るというのは武力のことですね。だからあの武力でね、相手を何とかしてやろうなんて言ったって、結局もうぐちゃぐちゃになるだけだと、今のウクライナみたいなもんですよね。そうじゃなくって、本当に世の中をいい風に変えたいんだったら、武力とか何とかじゃなくて言論によって、それがペンは剣に勝るっていうことわざの意味なんですよね、うん、でそのペンの部分をね、書道の書に置き換えてね、書は剣に勝るっていう気持ちで全国で同日開催で書家がわっと和をもってたっとしたなすとかね、世界平和っていうのを書き上げるっていう、そういうイベントをやってるんですね。でそれを初めてきっかけもね、あのもう10年ぐらい前になるんですけども、同時多発テロってありましたよね、うんうん、ね、はいはい、アメリカでツインタワーがバーンと飛行機が突っ込んで、 でもその後ロンドンとかパリとか
スペインとかあっちこっちで負の連鎖でね、もうテロがどんどん多発してったんですよね、もう同時多発って感じで。でそれによって世界は一変してしまったと言われました。そこでテロっていうのが憎しみと怒り、そのことによって世界をもう一変させてしまったんだとしたら、そういう怒りとか憎しみに比べるとちょっと時間はかかるかもしれないけども、愛と平和のメッセージでそれでまた世界を変えることもできるんじゃないかなと。それで、同時多発ではなく同日開催って言って、それで、2017年から、ちょうど9月21日っていうのが国連の定めと国際平和デーなので、全国の47の五国神社で同日開催で世界平和を表に立ち出すと書道家さん、それが、だん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 広がってって、お寺の方でも全国同日開催、それがついこの間の4月3日だったんですね。4月3日、38カ寺で行いました。最初はね、17条憲法にちなんで17のお寺からスタートしたんですね。いつやろうかって言った時に4月3日という日にちを選んだんですね。9月21日は国際平和デーだと。でそれはもう神社でやってると。じゃあ日本は神仏の国、神社そしてお寺の国だから、じゃあ今度は9月21日に対して4月3日春先にやろうと。で4月3日ってなんで4月3日なのかって言ったら、どうでしょう、皆さんご存知でしょうか。あの4月3日っていうのが実を言うと第2の建国記念の日とも言えると僕は最近言ってるんですね。でご承知の通り、今建国記念の日って言ったら2月11日です。2月11日って言ったら、なんで2月11日建国記念の日かって言ったら、初代神武天皇が天皇に即位した日、その日をもって建国記念の日というふうにしてるんですね。なんでかって言ったら、私たち日本という国は天皇を中心にした、まあそういう国なわけですね。その天皇、初代天皇が即位した日、それが2月11日、だから建国記念の日にふさわしいんじゃないかということなんですよ。ただ実を言うとね、今から日本は約80年前戦争に負けました。アメリカにコテンパンにやられて、長崎と広島に原爆落とされたんですね。さっきも言ったようにね、たったわずか20年で奇跡の復活、ね、復活してここに立ってるのも、それもさっきお話ししたみそぎの精神、言い換えれば許しの思想が、全てを水に流して許すってことがあるから前を向いてここまで来れたんですよね。で負けた時に一旦全てリセットされました。リセット、だから憲法ももう一遍作り直したね、ご承知の通り日本国憲法ってのは新しくできた。でその時に建国記念の日ももう一遍定め直そうってなったんですよ。でいつにしようかってなって、結果的には現在の2月11日だったんだけども、あの候補がいくつかあって、その中に実は4月3日もあったんですよ。じゃあなんで4月3日建国記念の日にしようとしたかって言ったら、十四条憲法を制定した日だったからなんですね。で十四条憲法といえば聖徳太子が表したものですね。さっきもお話ししましたように天皇を中心にした国づくりっていうアイデアも聖徳太子だったんですよ。じゃあなんで十四条憲法が制定された日を建国記念の日にするのがふさわしいのかといったら、あの十四条憲法の第一条、和をもって立っとしたなすという文言があります、ね、あの私たちが当たり前のように和という漢字のつく言葉をよく使ってます。和食、和服、和歌、和菓子、つまり日本の文化、場合によったら日本そのものを表すときにあの和という漢字を使うんですね。いつからなんだろうなって辿っていくと、実は1400年前に聖徳太子が十四条憲法の第一条で和をもって立としたなす、すなわちこれが日本人のあるべき姿なんだと、この日本と国のあり方なんだと、すなわち日本人のアイデンティティを示したのがあの文言だったんですよ。だから日本人のアイデンティティをが示された十四条憲法が制定された日、それは建国記念の日にふさわしいんじゃないかって言って、結構具体的にね話があったんですね、うん、だからそういう意味で4月3日第二の建国記念の日と言えるんじゃないですか。日本人のアイデンティティを今一度確認するために
ということで2018年から全国のお寺で和をもってタトシとナスとやって、で今回38カジ、最初のスタートの時は17から17条憲法にちなんで17のお寺からスタートしたんだけども18カジで、今となっては聖徳太子ゆかりのお寺、奈良の立花寺、立花寺といったら聖徳太子がお生まれになった場所に建てられたお寺、それから大阪の四天王寺、それから奈良の法隆寺、あるいは聖徳太子に直接ゆかりではないけれども高野山、金剛峰寺、比叡山延暦寺、東京の浅草寺、まあそういう日本人だったら大体、まあ、みんな知ってるようなそういうお寺で、毎年開催できるようになったんですね。で特にこの浅草寺について言えば、浅草寺、はいはい、今年ね、ウクライナが大変な状況になりました、うんうんうん、そこでね、なんとかなんとかウクライナの平和を願いたい、そして日本人みんなが、ウクライナの平和を願ってるんだと、で日本人だけじゃなくて世界がそれを願ってるんだってことを浅草寺から発信しようと。なんで浅草寺かって言ったら東京にあるってだけじゃないんですね、理由は、浅草寺ってのは世界的な観光地です。まあ言ってみればパリの凱旋門かエッフェル塔みたいなもんですね。そこに各国大使あるいは大使関係者をお招きして共に世界の平和、ウクライナの平和を祈りましょうということで、実際この間の4月3日、エストニア、ドイツ、そしてウクライナの大使館関係者の方々が、集まってくださいました。しかもですね、1週間前に声かけたんですよ。1週間前にね、来てください、こういうことやるんで、なんとか一つよろしく、一緒に平和を願いましょうって言って、参加国来てくださったんですね、うん。申し訳ない、来れないんだけど、でも気持ちは一緒だよって言って、いくつもの大使館からメールはね、あのお返事もいただきました。それをやったのが、この間の4月3日なんですね、うん、おかげさまで、全国のテレビそして、新聞で報道されてね、テレビと新聞合わせて47のマスコミが取材してくださいました、はいはい、そんな活動してます。こんな感じでよろしいでしょうか。もうあの、2、3分前にあの10分過ぎたんですけど、まあまあ、あのいやいや全然全然大丈夫、全然大丈夫です、はい、あのまあまあそうなんですよ。だからすごいあの活動になっていってるなって本当に実感してるんですけど、でもね、あの去年の9月21日もあの靖国神社でですね、はい、各国大使が来てくれて、最終的には5カ国だったんですけどね。でもその中にもウクライナ大使館の方もいらっしゃったり、レバノンとかね、あのある意味ね、紛争当事国になってるような国の方がその平和を祈るイベントをやるんだよって、そういう記号をやるんだよっていうふうに言ったら、そういう国の方が来てくれるんですよね。はい、本当にそういう、まあ言ったらその平和の価値が分かっているというか、はい、心から願ってらっしゃるところが来てくださって、でウクライナも実はウクライナ大使館でそのウクライナと日本の国交の記念の日っていうのが1月の26だったんですよ。でその日に記号してくださいって依頼を受けて、ウクライナ大使館で記号をやって出るんですよね、ワープロジェクト大使の仕切りで、はい、でその1ヶ月後に侵略が始まっちゃったっていう、すごいタイミングで行かせてもらったんですけど、まあこの流れの中でなんとまた新しいあの国から依頼が来てるんですよね。あ、イスラエルですね、はい、イスラエル、はい、イスラエルですよ、未だに紛争当事国ですよ、はい。まあ、だから本当にね、あの、平和の価値って何って、平和の中にいると平和の価値って見えないんですけど、やっぱ対極にいらっしゃるからこそあの平和っていうものを願われるっていうことなんかなって僕はすごく思ってるんですけどね。今後ますますこの活動が本当に日本だけじゃなくて どんどんね全世界に広がっていってほしいですよね、はいはい、次はいつされるんですか。次、はい、次ね、はい、もうはっきり決まってるのは5月22日、はい、5月22日そちらにいらっしゃる日浦監督が大好きな尊敬する方の、はい、ご縁のある日にね、長崎の正福寺のところでね、はいはい、坂本龍馬の名言を書くっていうことをやるんですね。はい、はいはいはい、
だから僕は5月22日は、長崎にいますみたいな、ね、そんな感じですね。はい、はい、そうですね。でまあその次が言ってみたら、まあ、あの9月21日に、まあ、なるんだろうなと思うんですけど、まあその前にそのまあ要はその大使館これからね、実はあのこの1、2年の間に国交何周年みたいなのがすごいいっぱい来るんですよ。でそういうところでまあ記号をっていうお話がこれからね多分どんどんイスラエルみたいに、あのウクライナイスラエルみたいに多分どんどん出てくるんだろうなというのがあるんで、どんどんこの輪をね広げていきたいですよね、はい、という感じでございます、はい、でもね、でもね僕ねちょっと最近ね、はい、あの宮本さんその原動力は何なんですかってよく聞かれるんですよ、はいはい、でふっと僕ね、客観的に自分の気持ちとかやってることを確認したらね、キザな言い方なんだけどね、はい、でも命がけなんですよねこれ、命がけなんですよ、はい、っていう結論に至りました。なるほど、自分自身気がつきました、はい、まあそうですね、僕らもそうだって言いたいですけど、その本当に他のことをじゃないですもん、他のことと一緒に何かを並行してやってるっていう世界じゃなくて、もこれを何とかしようと思って本気でやってらっしゃるので、はい、僕もそれを感じたから、いや本当ね、もう見た目初対面はもうこんなに怪しい人おれへんなんてみんな思うんですよ宮本さんを見て思うんですけど、ただしばらく見てると、いやこれこの人本気で言ってるわってだんだん分かってくるから、だったらこんなん絶対手伝わないやばいやんって、手伝わないとまずくないっていう感じで僕はお手伝いをさせていただき始めたっていうところなんで、ありがとうございます。いやいや、とんでもございません。はい、あのやばいってそんな俺が手伝ってどうなるとかでもないんですけどね、でもあの本当にこの活動はねどんどん広がっていただきたいなと思っておりますので、これからもまだよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、今日の、このプレゼンありかなしか、まあありかなしかじゃなくてもありしかないんで、今日はもう丸しか出しませんので、はい、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで、はい、週刊マテリアル通信でございます。はい、やってまいりました。はい、今日ですね、はい、今日は23日、はい、チョイスな日、マテリアルチョイスな日を開催いたします、はい、今日は明日あるんですが、はい、今日が、23日土曜日のファーストチョイスは、はい、底の実にて光り輝く、はい、三角窓の外側は夜、はい、ビリーブ未来への大逆転、こちら3つを楽しみます、はいはい、先週ね説明させてもらったやつですね、はい、はい、ですね、はい、お時間の方がそれぞれ、はい、13時スタート、16時スタート、19時スタートになっておりまして、30分前の、はい、オープンになっておりますので、はい、ぜひぜひ来てください、はいはい、24日も開催いたしますが、はい、この内容は、はい、この後、この後ですよ、この後させていただきます、はい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 、チョイス割もございまして、はい、2チョイス楽しむ方は500円引きの2500円、はい、3チョイス楽しむ方はなんと1500円引きがでかいよ、3000円、はいはい、はいはい、もうもちろん3チョイスですよね、はい、お待ちしております。はい、はい、そして、クリプトスタディ、はい、仮想通貨のお勉強会が4月の28日に開催いたします、はいはい、木曜日ですよね、はいはい、お時間が18時スタートになっております、はいはい、ドリンクのワンドリンクの以上のオーダー制となっておりますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ、はい、はい、以上でございます。はい、はい、ということでここから今日のグッドバイ、はい、という、そういう名前になったみたいです、はい、まあ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 、はい、はい、やっていきましょうということで、はい、で、ね、明日ですね、はい、チョイスな日で紹介する、はい、紹介するというか、まあ、みんなで盛り上がる映画の、はい、ご紹介でございますね、はい、はい、まずはい、ホームステイ、ホームステイ、はい、セカンドチョイスが曲がるスプーン、はい、スタートチョイスが女神の見えざる手、はい、こちら3本でございます、はい、はい、でまずこのホームステイというのが、2020年今年ですよね、今年の作品ということなんですけども、アマゾンプライムのアマゾン映画ですね、はいはいはい、だからあの映画館での上映はやってないかな、そうですね、はい、配信、配信でだから世界同時配信されている映画作品という形ですね、はい、なにわ男子でしたっけ、長尾健人さんが主演ですね、はい、で山田杏奈さん、はい、で八木莉可子さん、はい、が出演されていまして、はい、まあ、ドラマファンタジーな、はい、
ファンタジーロマンスとなってますね。はい、はい、で監督が瀬田夏樹監督となっております。はい、はい、関西出身の、ね、方ですね。はい、はい、まあ、たくさんあの CM とか、うん、あのね、ドラマもあの2010年代はドラマ、CM、あとあれですね、あの PV とかね、結構いろいろやってらっしゃって、はい、資生堂とかね、いろんなことをして、ね、はい、ドラマ、CM 的なやつ、そういうのも結構担当されてたりとかして、はい、割といろいろやってますね。はい、内容がね、はい、謎の人物と、はい、高校生が同時に亡くなって、はい、そこのその人にの体にホームステイして、あ、なるほど、それがホームステイなんだ。なるほど。だから本当にファンタジーで、ーなるほど、なぜ亡くなったのかっていうのを探るっていう内容らしいです。はい、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 楽しみですね。はい、はい、はい、明日ですよ。はい、はい、そしてセカンドチョイス。マガレスプーンが2009年の、はい、これがね、だからね、長澤まさみ主演なんですけど、もともとがヨーロッパ企画 の、ね、あの戯曲だったやつなんですけど、これまたね、何がすごいって、監督プロデューサーがもう思いっきりガチガチのフジテレビ踊る大捜査線なんですかね、はいはい、だからプロデューサーがあの亀山千尋さん で 今のかな、フジテレビ あの社長で、であの、元広克幸さんね、はい、もう監督ですよね、はい、はい、ということで、はい、ガチガチですね、はい、もうね、はい、内容もガチガチのコメディですけどまあまあヨーロッパ企画ですから ね、はい、ね、元がね、だからものすごいあの面白いとかね、で10年くらい前やからさ、長澤まさみさんもまだ20代、うん、若い、ね、20代やな、もう、うん、まあ、うん、ですよ、はい、ね、はい、はい、だからあれなんですよね、超能力を本当にそのエスパーが本当にいるって信じてる少女が、はい、そのカメラ片手に、はい、全国を回って、はい、で超能力者を探すで AD さんなんですよね、バラエティ番組、それだけで面白そう ね、 ね、はい、でどこ行ってもあかんかったんけど、最後にやっと見つけたのがカフェドネンディ、もうこの名前だけで笑えるよ、はい、やば、でどうそうそうそうで本で本物、そこで本物に出会ってというところから起こるいろんなお話です、はい、はい、はい、そしてサードチョイス、あ、グッチョイス、はい、サードチョイスが、はい、女神のミュージアムです、ね、はい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 、こちらは、アメリカ映画、アメリカ、はい、フランスとアメリカ合作になっておりまして、はい、ジョン・マッティン監督、はい、ジェシカ・チャスティン、はい、はい、マーク・ストロング、はい、キャム・ウィダーソン、はい、という方が出演されております、はい、もうね、あの、なんやろね、あのこのコーナーみんなそうやねんけど、カタカナ読むの下手くそなやつ多すぎやもうちょっとカタカナ読めるようになろう、はい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 、大手ロビー会社で夏腕を振るう、エリザベスは銃擁護派団体から仕事を依頼されると、で、女性の銃保持を認める、ロビー活動で、はい、新たな 銃規制法案を廃案に持ち込んでくれというのだと、で信念に反する仕事は、できないと、エリザベスは部下を、引き連れ、銃規制派の、シュミットの小さなロビー会社に移籍、で、奇策といえる、戦略によって、形勢を有利に変えた、だが、巨大な権力を持つ敵陣営も負けてはいない、そんな中、エリザベスの過去のキャッツスキャンダルが暴かれ、スタッフに命の危険が迫るなど、事態は予測できない方向へ進んでいくっていう、はい、ハラハラしますね、サスペンスですね、はい、まあまあ、だからね、あの銃を規制するしないっていうのがアメリカなんかでものすごいね、やっぱ社会問題になってるわけですよ、はい、で、あのブラックライズマターとかでもそうですけど、やっぱね、銃を持ってるから持ってないから、持ってるから殺したんやとか、いろんな話があるわけですよ、だからあの昔から早く銃を規制しようっていう話はあるんだけど、でも銃を持たないと俺たち殺されたらどうすんねんっていう、そうそうそうっていうのもあるし、もっと言えば銃を作ってる会社がそんな規制されたら俺ら利益上げられるようになるやん、で、あの向こうにはね、ロビー活動をする会社というか、あの要は政治家に働きかけたりとか、いろんな人たちにお金をいたりとかしながら論壇を形成していくんですよ、で自分たちの意見が通りやすいようにいろんな策を打って、
あの自分たちの意見が通るように政治家さんたちに働きかけていくっていう、そういうことをやってる会社がある。会社としては、会社としてビジネスとしてやってる。だからアメリカの政治おかしいね。いや、まあその話やるのが時間がかかるんですけど、まあそういうのが描かれてると思います。はい、こちら非常に見応えがはい、そうですね。これは、明日ですね、はい、明日になります。今日は、はい、そこのみにて光り輝く、はい、三角窓の外側夜ビリーブ未来への大逆転、こちら3本楽しみますので、はい、ぜひぜひ皆さんお越しください。はい、ということで今日もですね、盛りだくさんすぎてほんまに30分収まるのかなこれ、はい、ちょっとドキドキしすぎたんですけど、はい、まあこんな感じでございます。はい、はい、頑張ってね、また3人でね、来週からもやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、来週のネタはまだ決まってません。はい、ということで、また次回も楽しみに、この番組ご覧いただきたいと思います。ではどうもありがとうございました。